フリードリヒアダムユリウス・フォン・バンゲンハイム。フリードリヒアダムユリウス・フォン・バンゲンハイムは、ドイツの軍人、樹木を専門とする植物学者である。北アメリカの植物についての記載を行った。チューリン原州のゾンネボルンで生まれた。バルタースハウゼンで学んだ後、1766年に、コーブルク公国の士官となった。その後、プロイセン王国の軍人となった。 1777年にアメリカ独立戦争にイギリス軍側に参加したヘッセンカッセルホーハクの軍人としてアメリカに渡った。ニューヨークやペンシルバニアで軽気兵部隊を指揮して活躍した。1778年までアメリカで従軍しブランディワインの戦いなどに参加し、帰国後ヘッセンカッセル公国から十字章を受訓した。来た。 アメリカに滞在中の余暇に13の入植地で、アメリカの自然史、特に草木類を研究した。ドイツに輸入するのが望ましい草木の提言を行った。ベルリンアカデミーに、アメリカの樹木のいくつかをドイツに移植することの大きな利益が得られることを示す論文を発表した。アカデミーのご要望で、東プロイセンの軍備連の河川、森林局長として派遣され、 多くのアメリカ原産の樹木の大規模な栽培の実験を行った。ウェンジェンは植物の学名で命名者を示す場合にフリードリヒアダム・ユリウス・フォン・バンゲンハイムを示すのに使われる。ありがとうございます。